はい。これがティソの、レクタングラーの機械ですね。これは多分もう時代的にティソって入ってますけど、オメガと同じキャリバですね。確か、キャリバ20、ちょっと忘れましたけど、ちょっと確認しますけど、オメガで確か作っているキャリバーで、まあ、割合しっかりしたキャリバーで、やっぱりこのアルミ製か、ケースが軽いですよね。非常に軽いケースです。で、裏蓋の方は一応スティールが入ってるんで、スティールバッグになってますけど、古いティソのマークが入ってます。多分1940年代ぐらいの時計だと思います。はい、これティソですね、ティソの。先ほどのレクタングラーの裏蓋です。で、これがもう一度ケース、機械ですね。まあ仕上げも何もしてない機械ですけど、まあ基本的にしっかりした機械が入ってます。古いティソも、まああんまり知らなかったですけど、結構いいですよね。機械もいいですし、なかなかいい時計メーカーだったんですね。